さん、こんにちは。富塚優子です。今日も不動産と投資についてのお役立ち情報を皆さんにお伝えしたいと思います。ここ何回かでずっとやっていますのが法律ですね。法律の用語を覚えよう、これを覚えることによってこの先の、介護、相続、そしてその後の、相続した土地、建物、財産の有効活用とかですね、こういったところにも全部、役に立ってくるんじゃないかと思います。そしてプラス竹も切れますよということでお話をしています。はい、成年後継制度についてお話をしていました。どういう制度なのかということと、あとそれを、誰が申し立てて、どういう人が後継になるのかということもお話をしました。はい、でこちら、ちょっと問題を見てみましょうね。成年後継制度とは、寝たきり高齢者の増加によって設けられた制度であるということがあるんですけれども、これはうっかり丸してしまいがちですが、もうそうではないですね。これ昔からこういう制度はありました。近地産者、準地産、近地産者といって判断能力がない。高齢になることによって、昔は地方という言い方をしてたんですけれども、判断能力がなくなってしまうということですね。そういう人たちを、財産を持っていらっしゃるので、守っていきましょうという制度でもありました。ですので、成年後継制度というのは認知症、知的障害があるとかですね、では精神障害、精神疾患とかそういったものがあって、自分で何かこれがいい悪いってことの判断ができない方たち、そういった方たちに、守るという意味ですね。そういったところで設けられた制度であります。昔の言ってた名称を変えて、で、さらにちょっと制度を見直してですね、成年後継という制度を作っています。ですので、これは罰で、もともとこうした、判断能力がない方、寝たきりだけに限らないですね。判断能力がないということが大切になります。ですので、これ認知してもらうという、これ、病院の診断とかですね、そういったものも必要になりますので、よくよく注意をされてください。ですので、できればですね、この認知とかが入る前に、ご両親がしっかりした判断能力があるうちにですね、いろいろこの先、不動産をどうするのかとか、そういう話し合いをして、しっかり決めておかれるというのが、一つおすすめとして、いいんじゃないかと思います。はい。では次回もまたお楽しみに。今日もありがとうございました。